好きじゃん。おどぎくんが情のつくのね。そんなん好きじゃん。メガのやつと話しちゃいけない。考えたこともなかったわ。ああ、おとぎくん、ジョーノスくんの好きなんだ。今のは完全に好きでしょ。コップ以外と喋るなって言ったもんね。今の完全に好きじゃん。おぉ保護な遊戯さんが出てきちゃった。まあ、よい子の近くの森の映画館は別として、みんなの映画館、みんなの近くの映画館ではまだまだやるかもしれないね。もし時間があって、ドクターストレンジ気になるっていう人は、ドクターストレンジマジで、まあどの作品も本当にそうなんだけど、映画館で見てほしいんですよ。だからまあ今までの MCU 作品全部見てもらって、まあ全部じゃなくてもいいけど、まあ一部見てもらって、ドラマシリーズのドラマシリーズのワンダビジョンとロキとアニメのワットイフ見てもらって、ぜひ映画館に行ってほしい。皆様、今日は本当に申し訳ございませんでした。アーカイブでね、見てる方はちょっとわかんないかもしれないですが、今日金曜日でね、8時からよいこちゃんの、ポケモンの配信の予定があり、夜23時からね、スパイダーマンの配信の予定があったんですが、なんとね、今の時間まで何の配信もしないというね、本当に申し訳ございませんでした。あと、みんなね、謝罪するような背景じゃないだろうって思ってるかもしれないんですが、本当その通りで、ああ、もう本当申し訳ない。申し訳ない、本当にね。本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。すみませんでした。本当にすみませんでした。まあ、よいこちゃんが帰ってくるかどうかちょっとわかんないから、まあ、ちょっと、謝罪&、作業配信。ちょ、意味不明だけど。よいしょっと。はい、じゃあみんな作業しよう。謝罪の画面じゃない。んー、メロンソーダ美味しい。あー、メロンソーダ美味しい。謝罪の後のメロンソーダ美味しい。美味しい。謝罪の後のメロンソーダうめえなー。みんなごめんね。ごく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 。あー、かわいいね。おー、いいねー。すげえ、かっこいい。あ、誰だ、あれ。おー、なかなか。あー、そういうタイプね。あ、意外とね。あ、そういうタイプね。嫌いじゃないです。え、ゴロウちゃん、かわいくない？なに？かわいくない？ゴロウちゃん。トーマくん、なに、お団子食べてんの？お団子だ、お団子食べてるわ。ゲーン、かわいいよね。あ、あやか、うわー、ちょっと、いや、みんなこれが好きなんでしょ。このさ、太もものさ、このムチってお肉乗ってるの好きなんでしょ。あー、ここさ、ここ好きなんでしょ、みんな。これずるいよな、これずるいんだよな。え、ウルは本当にあ、ガチモンの、ガチガチのエッチな子なんだ。ここやばいよね、ここ。ゆうこ、カーソル見えてる？カーソル見えてない？もしかして。このお股のところ。このお肉がさ、ムチってなってるのがいいんでしょ？いけたもんね。トムのカメラも見
て、まあ、相当このね、エマちゃん、優秀だから。ピアノの部屋が、よい子、寝てる。はあ。いや、今めっちゃ口パクパクしちゃったけど、大丈夫？ちょっと今、みんな見てた？ちょ、今マジおもろかったよね。よい子のこと感銘してたよ。えー、っつって。いや、いい、よい子寝ていいよ、もうね。ありがとうね。このまま寝るわ、じゃあ。ダメ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 。飛んで寝なさい、飛んで。かわいいよ。寝る。いや、普通に寝てんの、ウケる。このままどこに繋がってたっけ？あと、この辺調べ直すか。これ開けてなくない？開かないやつあったんじゃない？出た！外の銃って結局取った。今ね、外出れなくなっちゃってるんだよね、なんか。だから多分その最後逃げるときに銃を回収するみたいなシーンがあるんじゃないかなって思ってるんだよね。鉛筆だー。あー、どうしよう。さ、一回安全地帯に戻す。さ、実はちょっとトイレ行っていい？結構トイレ。あ、びっくりした。喋り出すなよ。ビビった今。うん。あ？大丈夫大丈夫。あの、みんなちゃんと言ってくれてるから。一番眠れます。いや、ちょ、ベッドの話でちょ聞いてほしい話あるよ。なんかね、昨日ね、よい子の配信見ながらなんか寝ちゃって、1時頃になんかすげえうなされて起きたの。なんかマジ悪夢見て、じいさんがうなされてね起きたんだよ。で、なんか起きたらなんか天井になんかめっちゃ黒いのあって、夢かと思って。あー、言ってたね。なんか、ん？あ？って思って見たら、マジの虫だったの。で、じいさんね、これ前言ったかもしれないけど、ゴキブリ見たことないのよ。でも、ね、なんか噂に聞くゴキブリの形してて、なんかでもすげえでかいの、マウスぐらいでかくてね、なんか、え、ゴキブリでけえと思って。でかい、声もでかいわ、声も。もうね、怖くて怖くて怖くて。って言いながら、とりあえず殺虫スプレーを取ってきたんだよ。でも、それさ、殺虫スプレーかけるじゃん。虫さ、落ちてくんのと思って、ってなって、ね、すごいなんかそう、殺虫剤握りしめながら、こう天井のね、なんかゴキブリらしきものを、なんかこう、じっと見つめてたの。で、じっと見つめてたら、歩き出したんだよ。なんか、のしのしのしみたいな。え、はい、動いてる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 、生きてる生きてる生きてるってなって、なんか、でももう、それ以上先に、なんかそこ、今いたとこでシューってやったらパソコンに落ちちゃう感じだったの。で、なんかめっちゃベッドの方に向かって歩いてて、もう、うん、もう、もう、もうってなって、もうシューってやったらね、なんとゴミ箱に入ったの。すごくない？すごい。ゴミ箱ごと捨てたわ。ゴミ箱ごと捨てた。ゴミの日まで外出しとこうと思って。ただね、朝起きたら、ゴミ箱をなんか登ってて、なんかちょっとまあ老人会で出かけて帰ってきた時にね、なんか、え、虫どうなったんだろうと思って覗いたの。うん、したら、カブトムシだったんよ。マジのでかいカブトムシで。すごくない？いや、マジね、なんとかオオカブトかなっていうレベルで、うん。ビビったわ。やば。カブトムシやったわ。全然気づかなかったね。さって言われてる。だから、じいさんの、すごくない？じいさんのね、ゴキブリはまだ先になりそうだ。いや、でもマジ昨日怖かった。でね、なんかなんでそんなでかいものがあのうちに入るんだろうって思ったの。うちで育ったとはとても思えない出来でね。そしたらなんかね、どうやらね、あのエアコンのところのなんか隙間
結構デカめに穴開いてて、はい、さっきガムテープで塞ぎました。腹入ってきちゃったんだ。そう、もう怖いったらやしないよ、本当にね。怖いったらやしない。だからもうね、最近視界の端でね、何かが揺れるとね、怯えちゃうんだよ。はっ、なになになにってなっちゃう。怖いよ。陽子もなんかお風呂上がりに座っててさ、うん、夏でさ、うんうん、太もものところをサワ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 って何か動く気がしてさ、はい、見たらゴキブリだったよ。え、マジで言ってんの？マジで言ってる。陽子もう一個気持ち悪い話あるんだけど。今ね、みんな引いてるよ。大丈夫大丈夫、マゴヨコ。今、結構みんな引いてるよ。大丈夫か。でも多分、今よりも引く話があって。はい。あの、遠足に行ってたんだよね。あー。はい、遠足ってさ、あれ、シート？あー、はい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 。あの、お弁当食べるシートみたいですね。あ、そう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 、あるじゃん。はいはいはい。あれさ、まあ、靴脱いで上がるじゃん。うん。で、なんか、お弁当とか食べて入るときに、うん、入りからずっと靴の中に何か入ってて、うん、でなんかでも石とか入ったんかなって思って、うん、気にせず歩いてたのね、ずっと、はい、でマジでもう何キロも学校まである距離を歩いて帰って、はい、で夜もう家まで帰って本当に家の玄関入る直前でなんか靴気持ち悪いって思って、うん、脱いでペッペンってしたの、うん、さあゴキブリ入ってた。なんでさ、そんなゴキブリとの遭遇率高いの？しかもね、生きてた。怖っ無理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 。